はいどうものびるりょうギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、百均を歩いてたらですね、なんとまたまた僕の心、僕の少年をですね、わしづかみするようなですね、めちゃくちゃ面白そうな商品も見つけました。その商品をまず紹介したいと思うんですけども、こちらでございます見てください手作りキット色付き泥団子を作ろう 泥団子ってめちゃくちゃ懐かしくないですかまさかの25歳で泥団子を作るとは僕も思いませんでした。ただね、泥団子を作るだけだったら僕多分この動画してないんですけども、なんとですね、オリジナル泥団子を作ろうということで、まあ、オリジナル泥団子で何と思うじゃんそして後ろを見たんですよ。そしたらなんと、油性ペンで色をつける場合っていうのが出てて、なんとですね、僕に持ってこいの商品でございました。泥団子を作った後にですね、自分で絵を描けるらしいんですよ。なので今回は皆さん と一緒にこの泥団子を作ってですね後でポスカで描けるらしいのでポスカで絵を描いていければなと思いますではねまず早速ですがこれをね開けていきたいと思うのでカメラをですね皆さんと見やすい方向にしてですね皆さんと楽しみたいと思いますどんな感じの中身なのか皆さんとチェックチェックでは皆さんまた後ではいではね早速開けていきたいと思います手作りキット色付き泥団子を作ろう早速開けまーす ねえあ簡単に開いた。ということでね、開けていきますけども、泥団子なんて皆さんいつぶりでございますか僕は絶対的に小学校ぶりでございますね。これがなんとダイソーで100円で売ってるんだよ。 本当にすごいよね。もうでもね、ちょっと僕は思うんですけども、こういうのはね、外でね、遊んでる時に作るもんな気はするけどね、正直ね。まあね、今のご時世だったらめちゃくちゃいい商品なのかなって僕は正直思います。家でだって泥団子作れるんだもんね。で、こういう感じでですね、解説があって、泥団子1個分5センチサイズの作り方。信用土と皿粉は泥団子2個分の分量です。こちら2個分の分量なんだ。これが信用土って言われるやつだって。そしてですね、 粉って言われるのがこののサラサラした砂こことだねこれが1つそしてですね青い粉こちらね色をつけるようなんで僕多分使わないと思うそしてですね必要なもの待って軽量スプーン水 30ml そして下敷き下敷きティッシュペーパー新聞紙ジッパー付きビニール袋キッチンペーパー油性ペンはかりストッキングいや結構いろんなもの使うな作る前に確認してほしいこと広い机に新聞紙を敷いてから作り始めてね手に傷や毛がある時は泥棒 を作らないでね泥団子を作るときは汚れてもいい服装に着替えてねだって皆さんちゃんと守りましょうちょっとね色々物が足りないのでちょっと準備しますねはい今ね準備してきてですねこちらが必要みたいなジッパー付きビニール袋ということでねちょっと汚れてますけどこちらをね使おうと思います早速もう始めていくんですけどもまずねジッパー付きビニール袋こちらの袋に信用土1分の1をですね入れるということでこちら1分の1僕は測り家に ないのでこれをですねあの計らずにもうだいたい目分で半分入れていきますとどうなるかちょっとわかんないけどねこれでミスる場合はですね僕のせいなのでね皆さんねご了承くださいでねまずねこれをねおおすごいねこれ本当に汚れるやつだ半分だからこんぐらいだろうちょっときれいに入れれるかわかんないけど半分でその後にですね水を 30ml 入れるっていうことで、僕ね、あのー、軽量カップで測ってきた水を今ね、ショットグラスに入れさせていただきまして、2、3回に分けて入れて、全体を均等に混ぜますと。で袋を閉めて混ぜるらしいね。ちょっと混ぜてみるわ。よし。結構ね、これ汚れる作業かもしんない。あ、すごいすごい。ちょっと泥団子風になってきた。これがね、 あの、どうやら水を入れて固まるらしいんだよね。ちょっとほら、ここは色変わってきてるでしょこれをね、全部混ぜて、コロコロしていくらしいんだけども、これ水足りるもう全部入れちゃえ。で、あとはもう閉めて、混ぜていくと。で、ジッパー付きビニール袋の中に信用土が一つの塊になるまでしっかりこねますと。あ、そう。この中でしっかりこねるんだ。そうだよね。だってこの辺まだ白いもん。マジ これ一つの塊になるの見てください、これ。説明書こんな塊になる俺の水の配分間違った、これ。まあ、でも塊にはなってはいるんだけどね。で、下敷きの上で泥団子を置き、手を洗いますと。手のひらを円で描くように泥団子を転がし、綺麗な球体になったらキッチンペーパーをかぶせて1時間ほど休ませる。まあ、僕はこのテーブルでやろうかなと思います。ちょっと取り出しますね、今から。え結構ネチョネチョ。 こんなんでできるかなあ、でも、一つに丸まりますわ。そしたらですね、次に手のひらで円を描くように泥団子を転がします。手のひらで。あ、こういう風にね。はい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 。 こうやってやって、球体になったらキッチンペーパーで1時間ほど休ませるらしいですね。下敷きが汚れたらティッシュペーパーで拭いてねって書いてる。あ、なるほど。じゃあこれはテーブル汚れてるけどティッシュペーパーで拭けば綺麗になるっていうことですね。この辺でね、一回ですね、1時間ほど寝かせたいと思います。キッチンペーパーを被せて1時間ほど休ませたいと思います。では皆さん1時間後にお会いしましょう。どんな感じになってるのか後で報告します。では皆さんまた後で。はい、1時間経ちました。実はですね、これちっちゃい方1個 やってたらですねもう一個もう砂多分ねこれの動画あげたらね多分泥団子もう一回は作らないと思うので泥団子をねもう一つ作らせていただきましたこちらね1時間ほど置かしていただいた状態でございますちょっとボコボコしてるのはね許してほしいんですけどもここからね次の工程に行きます次の工程がですねこちらをですねまんべんなく薄くですねかけていくらしいですねそしてですねそれをまんべんなくやったらキッチンペーパーをかぶせで16時間ほど休ませるらしいです では早速ですね今からですねこいつらにね砂をかけていきたいと思いますちょっとでかいのは転がっちゃうので置いといて 15g ほど砂をかけるけど 15g ちょっと分かんないのでどうせならもう全部どうせかけるのでやっていきまーすこんな感じでうわなんか懐かしいなすげえ懐かしい砂これねどん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 薄くやってこれを16時間ほど寝かせるらしいので、ね、ちょっともう1個ね もう一個の方ももやりたいいと思いますもう一個の方がねでかいっていうことはつまりね1個目僕たちがね皆さんと一緒にやった方はですね多分半分じゃなかったんだろうねこっちの方が確実にでかくなってるもん。 余分な粉を落として、こういう感じでやっていったらですね、これからですね、皆さん、あの、16時間ほど乾かしたいと思います。そして16時間ほどね、経った動画っていうのをですね、次に載っけたいと思います。では皆さん、16時間後にお会いしましょう。はい !16 時間以上、実質1日以上ね、置いてしまいましたけども、こんな感じでですね、皆さん、固まっております。まあ、外側ね、どんな感じかというと、本当にですね、表面にちょっとザラザラの砂がついてるっていう感じ。そしてですね、今 今回はここにね絵を描かない人は青い粉が入ってたと思うんですけどもそちらをまぶしていくって形になりますその後にこのね今からやるストッキングをやるんですけども僕の場合はですね色をつけずに絵を描きたいので絵を描く場合はですねその手順の5を飛ばして次に6をやるんだよねその6がですね、まあ、ストッキング、まあ、靴下ですねそれをですね、まあ、手にはめてそれで磨いていくとそしたらですねピカピカのやつが生まれるらしいのでちょっとですねやってみたいと思いますこれでね ピカピカになるまで削ってくださいって書いてましたそして優しくしてくださいねって書いてたのでこっからですねもうめちゃめちゃ削るだけなので早送りしますではレッツゴー はい、こんな感じでですね、ストッキングでですね、削ると結構ツルツルになったんじゃないかなと思います。もう一つね、まだ削ってないやつがあるので、そちらとちょっと比べてみましょう。じゃーん、こちらがですね、右側の方がですね、まだ削ってない方で、このちっちゃい方がですね、削り終わった後でございます。やっぱりね、あの、こっちのまだ削ってない方に比べると、ピカピカになっているのかなと思います。でもやっぱり、本場の泥団子と比べるとですね、やっぱ泥団子 ではななないいののかなっていうの正直なところありますけどもでもね、今回は、泥団子に絵を描けるということなので、今からですね、この泥団子にポスカでね、絵を描いていきたいと思います。もちろんですね、このね、まだでかい方もストッキングでピカピカにしてからですね、アートの世界楽しみたいと思います。では皆さんと一緒に早速ですが、アートの世界に入っていきたいと思います。泥団子に絵を描いたらどういうアートになるのか、僕にもわからない、そして皆さんにもわからない、だから一緒に確かめていきましょう。では皆さんと一緒に、レッツ泥団子泥団子の世界はこんな 感じで,すではみなさんスタート ということでね、今回、泥団子で自分のイラスト描いてみました。こんな感じにね、仕上がることができたんですけども、一つずつね、紹介していければなと思います。じゃあね、ちょっとちっちゃい方から紹介します。一つ目ね、こっから描き始めたんですけども、まあね、僕のイメージって言ったら、なんだろう、古代なんかね、この泥団子を見た時に最初茶色だから、なんかね、古代っぽさがあったんだよね。その古代っぽさをこ 今回はね、そのドラ団子二つに取り入れてみたかったっていうのが正直なとこあります。そしてですね、僕がね、結構あの、ペン画とかでもよくやるやり方で、こういう形でね、全部埋めていくのがね、めちゃくちゃ僕大好きで、そう、ぜひやってほしいですね。これね、結構ね、時間が忘れられるっていうか、本当にね、あっという間に過ぎるんだよね、時間も。そして絵もね、そうなんですよ。ぜひやってほしいね、アートの一つだと思います。そしてね、こういう形でやっていって、ちょっとね、この辺からタッチを変えたんですけども、 さらに古代感が出たのがですね、ここなんですよ。ここを見た瞬間に、あもうこれはバチこいでもう古代だなと思っちゃって、そう、この古代を取り入れたアートを、さらにね、大きい泥団子にも入れようと思いました。そしてこのような形でね、全部同じような形で、結構僕がですね、それぞれのアートによって、自分が、あ、この絵好きだなって思うのがね、ありまして、今回はここだったね。ここがめちゃくちゃ大好き。そのね、やっぱり相性っていうものがあって、ポスカね、僕、描か していいただいただんですすけどもめちゃくちゃゃく正直ねスストレままりますなぜかというと、全然ポスカはつかないんだよね。この泥団子に吸収されるのか、その書いた時にこの泥団子が一緒に削れるのか分かんないけども、ポスカのインク、ペン先がですね、詰まっちゃうんだよね。それでね、めちゃめちゃ苦労しました。だからね、結構ストレス溜まるので、ポスカでやるよりは違うペンでやった方がいいのかなっていうのを正直思いました。ぜひね、まあ、両方試してみるのがいいかもしれないけども、ポスカはあまりお勧すすめしないかなって正直思いました。 で、このような形でね、最終的に、そう、ここに取り入れたものをね、最後もここに取り入れたってことは、もうつまり僕がハマってるってことなんですけども、そう、ここね、締めくくりもこれでやらせていただいたっていうのがね、1個目の感じでございます。そしてよりですね、まあ2個目はですね、まあ自分のひまわりくんの世界観を入れて、なおかつその古代っていうのをイメージさせていただきました。それがですね、こちらになりますね。そのね、古代に見つかったひまわりくんをイメージしております。いつもだったらひまわりくんの模様を黒でやる んだけども今回はですねその茶色に白っていうのがねまた古代をね感じさせるんだよねそれでね今回ヒマワリクの模様も他のやつらは白でねやらしていただいたんですよそしたらですねめちゃくちゃ古代感が出てわこれはもう完璧だなって正直思いましたそしてここにねそのタコさんをイメージして描かせていただいてましてやっぱりこれはねもう僕の中ではですねもう定番中の定番って感じかなと思いますそしてですねまあなんて言ったってこの古代文字的な実際にこれが存在するかは知らないですよ。 適当に描かかていただいたたただだだんんんでですけけどももそれだけでもなねね古代感を出たんだよねこれはね、もう、茶色と白だと古代になる可能性あるね。これね、今度からね、僕もね、取り入れていこうかなって思います。そして、なんかね、古代感っていうことで、今回ね、できるだけ心がけたのは、古代に、その、なんか、カクカクした文字が多いイメージが僕の中であって、なので、綺麗な丸とかは、あまりね、入れないようにしました。なのでね、結構ね、カクカクした感じが多いかなっていうのを正直思います。それでね、最後にね、 つっとけてて危険感を、ね、出させていたただきましたもしこれがさ、ひまわりくんのね、世界観のこの石みたいな、まあ、石なんだよねもう。ぶっちゃけ石に描いてる感覚でした。まあ、泥団子を忘れるぐらい石に近いかなってめちゃめちゃ硬いのよ、これ。多分ね、これ頭殴ったらもうやばい、血出ちゃうって感じなので、皆さんやめてくださいね。そうで、最後ね、こんな感じでやって、で、罰をやって、危険っぽさも取り入れつつですね、この古代感をね、出させていただきました。今回ね、この2個をね、泥団子を作って、そしてですね、絵を描く っていうことで結構ね、手間がかかっておりますけども、ぜひですね、お家とかでね、時間があったらこの泥団子ね、ダイソーなので、ぜひやってみてください。そしてね、自分の絵を描いてみるとね、よりまたアートの世界が広がるので、ぜひ試してください。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない。そして皆さんにもわからない。だから一緒に確かめていきましょう。では皆さん、また明日、待っております。では皆さん、泥団子、ぜひぜひやってみてください。では皆さん、また明日。 Shoo bang, shoo bang.